統一企業統一調賞セブンイレブン台湾のセブンイレブン統一調賞は台湾でセブンイレブンブランドのコンビニエンスストアを運営する統一企業グループの小売業者である。1987年の発足に先立ち親会社の統一企業により1978年に前身となる統一調級商店1号店をオープン2019年9月時点で台湾国内で 業界最多の5579店舗を有する最大のライバルは日本同様に全員へ便利商店で2社は長商、総友と呼ばれている。また、長商、総友に OK 長商とライジフ便利商店を加えて4大長商とも呼ばれる。台湾では各店舗は門司と表記される。台湾国外にも進出し、 中国大陸では完全子会社が上海を中心に90店舗、出資比率55%の統一銀座が三島省で約300店舗、出資比率52.22%のフィリピンでも2864店舗を運営。特にフィリピンでは2015年時点でファミリーマート、ミニストップ、ローソン、サークル系の他社を店舗数で圧倒し、 統一庁にとって同国は台湾国外における最大の稼ぎ頭に成長していた。2000年に米国セブンから永久ライセンスを取得している。日本のセブンアイホールディングスとは資本関係はない。市民からは消失の別称で親しまれている。2014年の香港市 852UFO 調べでも面積あたりの店舗数では都市国家のマカを 香港よりは少ないが、日韓両国よりも密度は高く、人口1万人あたりの店舗数では2.10店と、セブン進出各国で最多であり、以下のように2018年の統計でも変わっていない。創業二十数年で、統一流通自習団参加に、以下の各子会社を束ね、サプライチェーンを効率化している。分岐古門市の4 0 0看板ネット通販の 収納代高校時門市のシティカフェかつて大人気だった新国民弁当女子ゲ人は日米のコンビニ業の発展状況から国内市場は1990年代以降もまだ拡大の余地があると判断した。2000年時点で2000店舗達成を掲げその手段として物販以外の店舗サービス拡大が不可欠として何度も日本を視察した。 統一庁賞も収納代行のサービスを導入している。1998年に国内最大手の中華電信の電話料金支払いを導入したのを皮切りにガス代金や駐車料金、水道代、電気代、保険料金、ネット通販など100種以上の収納代行が利用可能となっている。2001年12月から国民弁当を展開。 40ニュータイ台湾ドルから始まり、新国民弁当と改名後も55ニュータイ台湾ドルの価格で庶民に愛されていたが、物価や原材料費上昇に伴い別名にリニューアルされるとともに、価格も65から75ニュータイ台湾ドルへ改定され、ネットでは消失を惜しむ声が相次いだ。2006年11月に北米のアイスクリームブランド、コールド、ストーンクリーマリーの 国内ライセンスを取得、かよ県発祥の駅弁噴気コ弁当は当初は、現地での販売のみだったが2000年代以降は、統一調賞により全国展開されている。自社ブランドのコンビニコーヒー、シティカフェは、年間3軒に億配の売り上げでファミマオに億配、上回っている。日本セブンのマルチコピー機やローソン、ミニストップのラッピーに相当するイボーンが設置されており、鉄道、 バスの乗車券やプレイガイドの予約と支払いができるほか端末で自社系列のアイキャッシュだけでなく u u 一通りなどの各種交通系 IC 乗車カードの履歴紹介と有料で過去3から30日以内の履歴印字が可能となっている2020年春からは他社同様に新型コロナ貿易におけるマスク実名制での予約購入機能も付加されている 現金以外にもクーポン券、商品券、iCash、UU、一通りなどの自社以外の IC 乗車カードによる決済及び一部はチャージが可能。2019年夏に LINE、ペイ決済を導入した。統一長商電信が、ナナモービレのブランドで、東電電信の回線を使用した、仮想移動体通信に参入、その後、i、ボンモービレとなる。 のブランドで採用手中華電信及びアフト市電信の回線を借りて MVNO を展開しているプリペイド型シムカードは外国人旅行者でも利用可能。国交省機関店モモゾ国際空港の統一、長商、フードコート台湾セブンイレブン1999年2月、統一企業は統一セブンイレブンライオンズの本拠地を台南市立棒玉城とし、 それに伴い球場を一塁側に、職房門司を設けていた。初期は、ブランドの通り朝7時から午後11時までの営業だったが、要望により、朝6時開店となり、シーズン中は1日あたりの売り上げが、全国上位10に入ることもあった。2004年の第2回世界大学野球選手権、大会開催時以降は店舗前の道路が封鎖され、 客足が落ち込んだため試合開催日のみの営業となってしまい2007年に閉店した。国立海洋市大学、旭鍵大学、国立金駅鍵大学、東海大学内交友会館、国立台湾大学内の長帽子キャンパス、国立台湾鍵大学など国内の主要大学内に店舗を設けている。高尾都運山多少県駅のオスハヤモン氏などがある。 かよしキリスト教委員、台北市立一万カオル委員、長科の駅年委員などに出展している2017年時点で、標高1000メートル以上の地点にあるセブンの店舗は10カ所、あり、かよし県、あり山郷のあり山国家森林有楽園区内には、海抜2200メートル地点に、新木門市と、海抜2170メートルの、あり山門市、南投げ県人愛嬌の武者には、 海抜2050メートルの最高加盟店、深門市を構え、これらが上位3欠となっている。台湾本島最北端の店舗は、新田市関門区の関門門市、最西端は台南市安南区の上中門市、最南端は平東県のガラン門市。2019年に日本のセブンが沖縄県に初出店するまでは、同県の最寄りセブンは台湾、 県の店舗だった日本セブンの沖縄本島出店後も、石垣島や宮古島からの最寄りは、国外のままとなっている。連営門市は敷地面積、約2000坪の全国最大だった。売り場面積最大の店舗は、台北、新木区の広安門市で、約112坪。緑島、宝庫、金門、場所、小竜宮。 乱遊に出店済みで業界初の22件市制覇を果たしている。安々門氏の他に、新進門氏、ひとしひとし文氏、門氏、文氏などの情報がある。統一調書によると、店名はオーナーが自由に決めることができるため、所在地の地名の以外にも付近にカラオケボックスがある。ことから、台北干賞門氏と命名したケースや、ジャッキーチェンのファンだったオーナーの登園、 青竜門市ガンダム好きが講じた、コウトール門市などがある。もともと歴史的経緯から日本と同盟地名は数多く現存するが、中には、軽井沢門市箱根門市大場門市大阪門市など、歴史的脈絡もなく、日本と同じ地名を店舗名としているところもある。新築建康公共に100億ニュタイ台ンドルを投じた。 統一企業の自動生産工場に自社キャラオープンチャン尽くしのテーマパーク型機関店を併設。他社のキャラクターとのコラボレーション例もあり、2019年に台北でミッキーマウスを主題にしたテーマストアを開店。2020年には店内装飾や商品パッケージをスヌーピー化した主題店を台北に開店したのを皮切りに、翌年には台南と高尾にも スヌーピー店舗を拡大した。日本の株式会社ポケモンが協力したポケットモンスター遊戯エリア併設の不中門市は2021年1月末に開店した。2018年から無人店舗 X ストアを試験導入していたが2019年3月に将来の新規出店を中止すると表明した。店内のオープンちゃんがかり時計オープンちゃんは 統一庁舎の公式マスコットで、電通がキャラクターデザインを担当している。台湾の経済誌、天下雑誌が行っている、500大サービス業では2014年からの5年では9位、7位、8位、9位、7位と、毎年上位にランクインしている。また、中国地方グループが2012年以降、開催している台湾含務業大表判でのコンビニ部門では、 以下のように毎年トップを争い、銀牌の都市はファミマが首位を獲得している。米国のフォーブスがランク付けをしているフォーブスグローバル2000では以下のようになっている。大手会計事務所デロイトによる世界の小売業ランキングでは以下の通り、上位250位内に台湾勢で唯一かつ毎年ランクインしている。戦術の上駐門氏は、 自社の台湾本島最西端の店舗として知られるが、対面にファミマの店舗ができたことで最西端の座が奪われた。同じく2018年の台中シュア区イクでの高度争いでも、ファミマは自社最高開発高度となる和平なし山店を展開したが、ファミマとセブンが高度差12メートル、距離800メートルでの出店合戦となり、セブンなし山都市が1日早く開店した。 2000年代から台湾鉄路管理局の使用駅にセブンが出店していたが2019年夏の契約満了時に更新がなされず後釜にはファミマが入居した。オンラインでの口コミを分析調査するデイリーバモーロドケでは2014年の発表では9項目中6項目でセブンの評価がファミマを上回った。安住雑誌の同年の調査では 店舗数だけではなく販売されている食品数でも若干セブンが上回った。コンビニコーヒーだけはでなく、ファミマが先行していたタピオカティーでもセブンが参入している。セブンは日常的に消失と呼ばれるが、ヒデの投稿をきっかけに熱烈なファミマ愛用者からは7から11を算数式に見立てたマイナス4と呼ばれるようになった。 2011年の東日本大震災では、世界11カ国のセブンイレブンと共同で義援金募金を行い、日本セブン以外から集まった義援金の約75%に当たる3億円が台湾セブンからだった。ありがとうございます。